皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。セラフ榎本では2023年10月からペットと泊まれる宿へのリノベーションのご提案を本格始動いたします。軽井沢と箱根でペットと泊まれる高級宿と一般的な宿で宿泊料金を比較すると、軽井沢では約2倍、箱根では約 1.6 倍になります。軽井沢や箱根のホテルで比較した場合、ペットと泊まれるホテルは宿泊料金が高くても集客が見込めるため、他施設との差別化を図ることができます。ペットと泊まれる宿へのリノベーションのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。